やう新平ただぜ。お疲れです。はい。ということで来てもらってますが、アルバムの話もたっぷり聞いたので、はい、これもちょっと聞きたいというか、我がチャンネルで触りたい触りたいとうずうずしてたんですけど、うん、どうせならチコに話聞きたいと前から言っていた。螺旋。螺旋いきますか。琉球。はい。見ていろいろ教えてもらっていいですか、はい、これやばいね、めちゃめちゃバズってるよね、うん、ロンギヌスもそうだけど、うん、自分の楽曲でこんなバズっていくってさ、嬉しいっすね。まずは聴いてってみましょう。はい。エイリッチ、椿、オズワルド、チコカルマ、もういきなり止めちゃうんだけど、メンツえげつないよね。えぐいっすよね、これやっぱ。これは発案者というかリーダーは、発案者はエイリッチさんです。最初に椿がバース書き切ってます。なぜならエイリッチさんが椿を先に書いてもらってからのスケジュール組になったから。要は待ち合わせ時間を1時間前に言われてる椿みたいな感じってこと。あ、そのノリでいいかも。確かに確かに、椿の完成を待ってからじゃないとスケジュールが組めない。確かにそうだったかも。もう椿にいいの書いてもらってから行くっていうパターンだったな、これは。確かに。なるほど、はい、のっけから面白いエピソードですね。椿らしいというか、じゃあまずは椿のあのバースがあって、うん、ハードルが上がりまくってる。そうですね。でそれで椿から書き終わった後ぐらいに俺にまず送られてきて、うん、チコもやんないみたいな感じで、その時はまだ決まってなくて、でエビスさんに行ってみるわとか、そういう感じの流れでした、ね。書いた順からいきますね。椿が先に書いて、うん、エウイチさん書いて、うん、エウイチさんは書いてたのあるんだけど、うん、レオクマ、オズワルド書いて、うん、俺が最後に書きました。この最後にリリックを書く重圧半端じゃなさそうですけど、でもみんなの並べていいとこ取れたらなって思いながら作りましたね。うん、持ってってる感もあるしね、ちゃんとチコが最後に聞いてみましょう。帰り完璧だよね。もうめちゃめちゃ日記みたいなさ、会ったことをそのまま羅列してんのにこんなかっこいいのってすごいよね、うん、ディエゴにビートを聞かせて、島歌聞かせたら、ワタファーってなってこのビートを作って、ツバキとチコをオズワルド呼びましたと、うん、ここまでそれだけじゃん、はい、なのにかっこいいってやばくなる。なのにかっこいいってやばいよね。ラッパーの日常は絵になる。レッツゴー。できないミュージック、既存の道がなくても Do it。 失敗は成功のもと、本当に成功の反対にあるのは何にもやらないこと。格言ですね、後世に語り継いだ方がいいよね。失敗は成功のもと、本当に成功の反対にあるのは何にもやらないこと。本当の成功の反対にあるのは何にもやらないこと。このビートのまたぎ方もいいよな。もう完全に残してるもんな。いいね、キックするバース、パンチするライン、天心みたく負けを知らない。これはもう MC バトルでサンプリングされる率かなりしてやろうみたいな。俺負けまくってるか言えないんで。いやもう完璧。エグイッチさんってどういう人なの。マジこのまんまだし、超頼りになる人だし、ふわふわしてるところもあるけど、酒バカ強い。そう、うちなんちゅうから見てもバカ強いんだ。マジ強い。それハブ酒出してるだけあるわってなる。そうですね、いい情報です、はい、そういうのが一番聞きたかった、はい、マジ強い。やっぱ10代からラップずっとやってるんですけど、うん、10代の頃の音源聞いたんですけど、うん、もう完成してました、うん、すごい
ます、うん、2番手じゃあ行ってみますか。行きましょう。トンネル前にドブネケルネケ貧乏人の死がはなぜだか怖い。ボーイ射撃装填その繰り返し、ぶっ放した分だけ満たしてきた銭。ひどけ落とし生き残るだけの時世に価値が今日あるのか。マジのか。うわうわ若さに任せバカ騒ぎしていた。地球丸ごと試験官チート名誉ラッパー全て捨てて裸口をついて出た不満が俺の初期。そう BK 俺は国を持たない金隣にクイーン。ビッグなボーイルーツとおしゃべり、yeah、ルールがないのがルールさ。ブームが去っても明日は去っても成功は痛みに耐え抜いたものだけが得れる。お前のその目に何が見える。ここすごいですよね。ここいいっすね。成功の反対、うん、ブームが去っても明日は去っても成功は痛みに耐え抜いたものだけが得れる。成功は痛みに耐え抜いたものだけが得れる。成功についての井口さんとまた自分の哲学をドロップしてるんだね、うんうん、やべえ今俺こっち聞いたらどっちが先に書いてたんだろうかちょっと気になってきたわ。俺の中では椿が多分先に書いてんだけど気になってきた。まあインスパイアされたのかどうなのか。でもなんかそのお互いの入れ方いいっすね、うん、その成功っていうものに、うん、しかも間違いないよねどっちもね、うん、椿の独特な世界観ってさ、うん、本当に日本にいないじゃん。一言で言うと沖縄っぽくない感じがするんだけど、ね、でも沖縄のさいろんな表もあって、うん、裏もあって、うん、そういう合わせ持ったバイブスを感じるような気もするし、うん、どういう人なの、うん、陰と陽で考えてもらっていいですね、うんうん、俺と椿は。そうだよね本当にそのコントラストがうまいこと合う、うん、そうですね。明日はさても成功は痛みに耐え抜いたものだけが得れる。お前のその目に何が見える。現実逃避の先の現実難儀は優先するでカラス怠惰を巻いて空にフライ真実を見る俺のアイス。やることやったいの話、やりたくないことやって金の話並みと思いますよね。このマイクリルを見てラッパーとしてのパンチラインの刺し方、みんなそれライムで持ってくる人もいればフローでも持ってくる人もいればドキッとさせる表現、俺なんかもうほんとドキッとさせられる表現、いやおもろいっすね。やっぱこうやって歌詞の並び方見ると、まだ4人揃ってライブやってないんで、この間なんかでパフォーマンスしてたのは椿がいない。いないっす。江口さんのアリーナで揃うか、それとも俺のワンマンで揃うか、うどっちでしょうかどっちにしろ楽しみです、はい。そしてある意味一番衝撃的、オズワルドのこのバスやばいよね。エブリデイロリンスとダイヤモン、どちらに線を決まるでしょう。今宵の話の重さ、それささすい、今宵の話の重さ、それささすい、すい、すい、情熱これもう冒頭持ってってます、はい、今宵の話のうむさ、今日の面白い話みたいな感じの、うむささは面白い、なんか民謡のフレーズですね。ここはシマンチュはパッ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 めちゃくちゃなるポイント。4人のラッパーがそれぞれ同じビートなんだけど全く違う世界観を出すっていう面白さと怖さというか、ね、これは本当すげえ入り。この水っていうのは掛け声ですね。エイサーとかの水情の話やイペオムさん愉快のまぶやがゴルジソンだ。もうとりあえず内縄口連発でやっぱこう先祖代々そういうのをすごく大事にする。そうですね、琉球スタイルが超入ってるから。入ってますね。レオクマと僕は同じ先祖にルーツを持つ、オズワルドと俺は同じ先祖にルーツを持つ、うん、沖縄の人のルーツってまあ様々なんだろうけど、はい、クメ36世っていうものにルーツを持つ2人です。さようでございます。気になったら調べてみてください。同じ船乗ってきた系。そうですそうです。同じ大陸から来た系だ、はい、僕らそうです。続き聞いてみましょう。チナドラゲンズ燃えてはハイナレダーのオファイアで上がるバーナーティータはまるで光るビーダーマカンボは宝一橋じゃさ。ここでもかっこいいんですよね、うん、ティーダはティーダは太陽です。太陽です。ティーダはまるで光るビーダーマカン、うん、ボはいたから一番シージャさ。シージャってのは先輩、先輩。またこの生まれてくる赤ん坊たちもこの生まれ変わりによる生まれてきた瞬間にもう僕たちより前まあ、シージャってこと、先輩だよ、先輩だよねっていう、そういうことを多分なるほどね、じゃないかな。
合ってますか合ってそうですけどね、合ってる気がするよ。でもここめちゃめちゃかっこいいし、意味もかっこいいってこの最後の、はい、いいっすね。終わったシマンチュは泣いても笑う、血で血洗わず酒飲んで流す。わったは私たち、はい、島の人たちは泣いても笑う、血で血を洗わずに酒飲んで流すんだ、うん、まあ、いろんな沖縄の歴史とかそういうのも組んだパンチラインに聞こえるなっていう感じなのかな。さあさあ、いやささはエイサーの時に言う、はい、いやささってやつ。個人的にはこのちょっと前の死んでもどうせなら来世で会いましょうとか、やっぱこのバース通してオズワルドはやっぱ世界観、死生観、オズワルドの中の死生観、やっぱワールドって名前が、まあ、オズワルド大体そういうマインドのね曲が多いですけど、そしていよいよ発信してもらえますか。はい、はい、俺にもマイク渡してくれ。シンペットだぜ。ウチコガリートだぜ。この登場超やばいよね。食らうよね。俺にもマイク渡してくれ。恥ずかしい。おもろ。これキュートすぎるべ。いや、ギミダマイクの日本語訳です。ギミダマイクの日本語訳。俺にもマイク渡してくれ。渡すよみたいな。もうこれオープンマイクの入り完璧じゃん、うん、俺にもマイク渡してくれよ。まあまあこのレッドブルのやつの裏話でいくと、まあ俺に行くまでに何回か追われてない時があったから、うんうんうん、これはもう本当に心の声、これはもうフリースタイルで結構出た感じだ。心の底から。これはナイスラインです、これあんのとないので、大きく違うよ。ここそういうことだよね。同じ思いは俺にもマイク渡してくれ。日本地図の端の那覇市から発信、東京はビルの街、オリオンはあんまない、名字と名前でバレちゃう繁華街、そそろされるかも待ち伏せパパラッシュ。はい、タイトなライミングと乗り方、バリエーション、リズムの取り方のバリエーションが超多いです。いや嬉しいです、ありがとうございます。これは分かりやすいからさ、解説って感じでもないと思うんだけど、日本地図の端の名、端から端、東京はビルの街、ポリオンはあんまない、名字と鉛でバレちゃう繁華街、そろそろされるかも待ち伏せパーパラッチ、名字と鉛でバレちゃう繁華街っていう、これはやっぱ東京に出てきたっていうラインを入れてますね、うん、この最初の4小節は、うん、自分の名字でお店を予約できない、 100% 名前聞き返されるから自分の名字でお店を予約できないですよ。名字運転って言うんですか、運転。そうそう、運転、運転、運転っていう名字やばいよね。それがずっと言われるから、もう名字で予約できないなっていうのは思い入ってる時に書いた歌詞ですね。こんな周りでバレちゃう繁華街、そそろされるかも待ち伏せパパラッチ、もし事故坪川ヒーロー台北行きてよ、ウォーシーチーコー、坪川ヒーロー、台北行きてよ。これは台湾語、ウォーシーがあの中国語、うん、台湾でも、はい、ウォーシーチーコー、俺がカリとパパシート増えてきたアミーゴス、前代未聞のスワイコ伝説のポケモン、アレゴからのフェラモン赤くさせるドラえもん。ここまでをちょっと初めて解説してみます、はい、先ほども申しました通り、僕とレオクマは同じ船に乗ってきたというルーツを話しています、はいはい、それが中国大陸、最初に俺がまずアルファでオーシーの中国から入った、うん、で俺がカリートパッパシートっていうのがスペイン語になります、うん、これはあのプエルトリコのおじいちゃんを持つ米兵のおじい、そうですね、はい、プエルトリカ、プエルトリカ、それを、だからここだけその自分のルーツとかルーツとチコとカリートっていうのをそのルーツを混ぜて自己紹介した。なるほどね。その時に増えてきたアミーゴまで、うん、スペックスペコスね、うん、この前代未聞のスーアンコ、俺麻雀好きなんでレッドブルの案件だったから、うん、やっぱ麻雀リリック入れたくて、うん、それで麻雀のリリック入れたんですよ、うん、前代未聞のスーアンコっていうのは麻雀の役満の一つです、うん、4つ揃えて積もってきて上がるのをスーアンコって言うんですよ、うん、要は4つのメンツがないと上がれない役満、うん、これにぴったりなんじゃないっていう、そうで4人のメンツなんで、うん、前代未聞のスーアンコって、もう麻雀好きはパーってなるんだ、はい、はい、入れました、はい、伝説のポケモン、ポケモン、これポケモン図にすればよかったんだよなとか思いつつそれもありつつ、アネコからのフェロモンを赤くさせるドラえもん、はい、とパンチラインいただきましたね、はい、行かないとわからないレベルだもんね、はい、辻で鉢合わせ、辻褄合わせ、ザマミの海マジでクリスチャンらせ、フリスタだけならウリ二つじゃね、俺ら知っちゃってる、
ブロック非常に MC バトル好きとか好きなんじゃないのかな。分かりやすいし、リンの踏み方も超タイトでかっこいいな。ここが一番おーってなる。辻で鉢合わせ、辻褄合わせ、うん、辻ってまあ道の交差する交差点みたいなこと。いや、辻は風俗街です。はい、辻で鉢合わせ、そうです、辻の妻と辻褄、うん、なるほどね、辻の妻と辻褄合わせにかかってるんだ、うん、まあこれは沖縄ジョークというか、うん、沖縄リリック、はい、そしてザマミの海マジクリスチャンラッセン、辻褄合わせクリスチャンラッセン、プリスタだけなら、うん、ちょっと雨降りして、売り二つじゃねえ、売り二つじゃねえ、これら知っちゃってる。インスタ映え、これルーからなんですよ。ルインスタクリスチャンラッセン、ルインスタ映え、そうなんですよ。でもルーを言いすぎると気持ち悪かったんで、ルーをちょこっと残してる。これどれが一番最初に思いついたライン、辻褄合わせですね。売り二つじゃねえ、辻褄合わせから、そう、売り二つじゃねえが次に来たかな。で、螺旋だからやっぱ螺旋のワンフレーズ入れたかったんで。なるほどね、クリスチャンラッセンの中に螺旋が隠れてんだ、気づかなかった。ありやす、ラッパーってウケるよね。それは死ぬほど超考えてるわけでしょ。うん、いいポイントですよね。はずいな、ちょっと待って、これ以上解説するのはずいかも。もうすぐ終わるから。翼を広げて世界を変えるし、唾吐き続けワールドワイド。レッドブルの案件も全部クリアしたぜ。暇人は見とけ、アダとサイド。嫌なわらばも気になるままこの大人に。シリアルナンバー貼られるなよ、この大人に。これどうすか、最高、これどうすか、ここ最高なんだよな。この音何、横の音何、この音何と横の音何なんだ。ここね、俺歌詞見るの初めてだから、うん、ママこの音何、横の音何、これは誰にも踏まれてないし、はい、美しいな。あ、うえ、嬉しい。これ世の断りって落ちてるのも残りますよね。いや、嬉しい。ブロックごとに超乗り方を変える、うん、すごいんだよな。すごいね、いろんなことに気づかされるんですよ、この24小節は。音沙汰なし、溺れるもの久しからず、これ世の断り、47から生放送、地元への思いが長そうそう、俺のペロミトマカオルモード、それじゃまた今度行くぜ赤トンボ、 Yeah、 シャーとレッドブルー、エウイチ、オズワルド、ツバキ、チコ、うー、最後ね、苦労してから一番わかりやすい、7から生放送、地元への思いがまだそうそう、俺の思いを認めかおるモード、それじゃまた今度行くぜ赤トンボ、完璧です。ありがとうございます。ビーチっつってもう終わりにしたいところですよ、ね、いやー、ありがとうございます、嬉しいで、ね、いやこれ超はずいわ、これこの撮影がこのバース見事だよね、ま、テラスエグいんですけど、いやでも嬉しいな。バースは何がすごいってやっぱね、何回か聞くと歌えるんだよ、お客さんも絶対歌えるじゃん、だから楽しいんだと思うんですよね。はい、ということで暑いんだけど。じゃあ、はい、琉球の線見させてもらいました、はい、赤トンボもぜひ来てください。赤トンボは沖縄の那覇です、タコライスや、はい、はい、ということで、はい、いろいろ動画撮らせてもらったんですけど、はい、おかげでチコのことすごくこうよく、はい、MC バトルの前以外でもこんなに考えるかみたいな、すごくいい時間を過ごせました。もっと話したいけどね、曲に関しては本当まだ触りだけど、だ、ね、まあまあでも話したいけど、うん、いや嬉しい嬉しい、見てくれてありがとうございます。ということでサードアルバムね、はい、ぜひ聴いてください、ぜひ聴いてください、グランマズウィッシュ、グランマズウィッシュ、そしてライブにも行ってくださいということで、チコ長々とありがとうございました。はい、そっか、飲みにでも行きましょう、いや、てな感じでガンガンラッパー応援してください。シンペタでした、ピース、チコメントでした。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。